写真拡大。阪神2から3巨人、7日、甲子園球場。虎等が熱い期待を寄せた首位巨人との4連戦。守備が乱れ、追い上げ及ばず惜敗。巨人とは今季最大タイの 8.5 ゲーム差となり、3位に転落した。早ければ10日にも自力 V の可能性が消滅する。矢野陽大監督51は厳しくなりましたと苦しい胸の内を明かした。この日9回2度目となる糸原の一発で1点差とし、土壇場での同点、そしてサヨナラ勝ちへの期待が高まる。だが負けられない一戦は何とも切ない幕切れとなった。最初のため息は3回だ。一死満塁で松原が逆風に戻される。浅い中飛を打ち上げる。三走大城もタッチアップを諦めたが、近本が梅野の遥か頭上を通過する悪送球を投じ先制点を許した。一死に三塁で再び中飛が打ち上がる。近本にとっては絶好の挽回期だが、今度は力ない返球で今日は近本で負けたかなと思っています。珍しく厳しく言い放った矢野監督だが、その言葉には続きがあった。僕はいつも終わったことは変えられない、これからは変えられると選手に言っている。成長して残り試合でどうやってチームを勝たせていくか、そういうことが求められる。失敗を糧にしてほしいと願うからこその言葉だった。阪神はこの試合で2個の失策を犯し、その数は12球団ワースト51個となった。対する巨人はその3分の1以下、同最少の16個だ。その差もあって今季巨人に3勝10敗。一方でその他4球団には直接対決の今カードを1勝2敗で終え、3位に転落。首位巨人とのゲーム差は今季最大タイとなる 8.5 ゲーム差に開き、早ければ10日にも自力 V が消滅する。大事な試合でこのような結果というのは監督としても悔しい。逆転 V への確率、可能性は厳しくなりましたけど、どういう指揮官もこの日の敗戦の大きさを痛感する。甲子園に吹きつける台風の名残の強風は、秋が宿敵の背中がさらに遠のき世界の終わりに一歩近づく長月の夜となった。